い、ここから顎の下、右、左足閉じ忘れた。スタッフさんの顔見てみ。スタッフさんの顔見てみ。やんのか。てめえさっきから見てたらよ。ずっとクスクス笑ってんじゃんこいつ。目の前に人の顔見てよ。分かってんねやな。名前言うぞお前。本名言うぞここでよ。分かったんじゃな。もらえもらえ。ボケがそっちも笑ってんねお前。そっちも笑ってんだろ。全部笑ってんだろ。可愛いから笑ってるんで、可愛いから可愛いなって思ってるんで。うえうえ。なんだ踊ろ。よし、じゃあもう一回サビ。あーもう最初忘れた全部。顔真っ赤だよ。丸描いて。顔真っ赤だよ。頭からいきます。頭を忘れたので頭からお願いします。あースタッフのこと悪く言ったら一瞬すごい顔体にされた。危ない危ない。はいこれなんか最初どうやって始まるんだっけ。お尻だね。ちょっと待って、久々すぎた。みなさんどうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。くれけんだです。ちょっと身長差がすごくあるよ。ちょっと横一列になろう。はい、ちょっとね。ドレイク、お尻飲まない。ドレイク何？あ、かわいいドレイク。おっぱいです。これ見ておっぱい持ち上げてるみたいなやつよ。ほんとだ。違うんです。来るよ。あ、来るよ。あ、かわいい。あ、ちょっとこれマジカメラマンの腕だな、ガチで。あ、腕が、あ腕が、あちょっと吸収してしまった。そういうこともあります。え、セル合体しそうだった。うん、かわいさのあまり。テルだ。すまない。うわあ。ちょっと場所変わろっか。確かに吸いがちです。腕だと思うわ。そうするとあ、ええやん。ええやん。あ、え、ああ。あった。何かしらが吸われるけど。え、でも普通に可愛いんだよな。え、どこが一番いいのかな。空の色やばいね、ここ。緑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 。変が。緑。やめろお前。かわいいもん。どういう感情なの。むずいんだもんだって。え、これもかわいいもん。エッチ。かわいい。エッチ。エッチな顔になっちゃった。エッチ。え、つぶっちゃうの上向くと。なんでお腹が空いてるんや。クリアの身長に合わせるとこうなるね。ありがとう。え、超ちっちゃいじゃん。そんなことないよ。クリア超ちっちゃいよ。あ、あー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 パンダ怖いよ。僕のパンダ。パンダおいくら。僕のパンダに対してなんでそういうこと。うわーやめてあげてよ。首絶対締めてある。こいつがどうなってもいいのか。いいよ。おやくない。ということで。いいね。お手手がね、ギュッってなる時があるんですけど、たまに。ピースピース。むずい。なんかクレヨンに合わせてるこれ。僕の感情今クレアに合わせてる。はい。じゃあたどりをね。はい。まずしたいと思います。おっぱいボインボイン。おっぱいボインボイン。はい。しもじもって言って。しもじも。何？言うんかい。言ってって言ったじゃん。言うんかい。って言って。しもじもって。しもじも。しもじも元気？
あのね、カメラさんがすごいあの平行になろうとするの。クレアさんさ、今日さ、僕言ってないのにさ、あのパンチやったんだよ。やってパンチ。懺悔パンチ。ほら。懺悔懺悔。本人がやるようなし。僕やんなくても本人が言うの。レベルしちゃうよ、そんな面白いことされたら。懺悔懺悔。僕より感情こもってんだもん。はい、じゃあしもじもももかやってください。しもじもー。しもじもー。しもじも。しもじも。しもじもー。ほら。ほら、たぬき。ほら、しもじもー。ほら、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 それは良くないって。本人が言うんだよ。ほら、たぬきはちょっとびっくりした。ほら、たぬき。ほら、たぬきはちょっとびっくりしちゃいましたね。喜んでる人もいるかなと思って。懺悔懺悔。懺悔懺悔。ほら、本人が気に入ってんだもん。すごいよね。頑張ろう。これ結構辛いんだよね。走んなきゃいけないからね。走るって大変ですからね。はい、大変です。お互い走りませんからね。はい。普段。え、長距離とか得意？すごいプル振ってる。よし、行くぞ。すごいプル振ってる。わっわっわっ。あ、確かに確かに。そうかそうか。そうかそうか。そうでした、そうでした。そうでしたわ。全然走れないや。すごい。見ちゃったって思っちゃった。めちゃ面白かったなって思っちゃった。いや、ここよりもさ、うん、普通にこっちの画面が面白かったよね。走ってみてちょっと。普通になっちゃう。クレア走らせると普通なのに、リュウジン走るとなんであんな面白いんだろう。なんだこれ。それぞれあるんだね。うん。お、やり直しますか。よいしょ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 。あ、ごめんなさい。もう一回やろう。もう一回やろうこれ。本当に何これ。いいのこれでいい大丈夫。いいと思う。これさ。二人でやれないの？僕これ飛ぶからさ。うん。あ、すごい。走って。はい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 。頑張って走ってるのに全然動かない。あ、これいいじゃん。これでやろう。これで。いけるのかな？じゃやってみよう。ここは。というわけで、協力プレイです。はい。よし、頑張るぞ。最初だけ、これやればいいのかな？そうだね。こうして。レディー。あ、前に向けて走るのか。あれ走らなくなっちゃった。これ後ろに下下下下下だわ。あ、走んない。 あ、やっぱこう、やばこう、あ、じゃあ、こんであ、できた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 おしゃごいこれ、こうする、こうする、こうしたらできないのかな。 あ、できたできたこれやばいな。あ、これいいじゃん。はいはいはい。あ、なんかうまくいかないね。何何足はいはいはい。もう辛いよ。もう走れないか。無理ですね。ダメだこれは。はい、やめましょう。はい。押して振って、押して振ってで、そう、コインを取っていくっていうゲーム。僕大変じゃん。え、そう。押して、引いて、押して、引いて。そうそう、早い早い。あ、ちょっと、そこまで行けない。どういうこと？そう、乗って、そう、それでこっちまで行って。え、どういうこと？そうそうそう、合ってる合ってるよ。そう、そこから上に行けないから。行けないの？言って。ごめんね。え、じゃあ、このコインなんだ？あ、このコインもね、ま、取っても、そう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 、ああ、なるほど。あ、そうそう、なるほどね、説明が。あー、え、でもこれ時間制限内に行った方がいいのかな。あー、そう、微妙なところなんだよね。なんか中途半端なコインを取るよりは。あ、中途半端なコインなのこいつら、もしかして。まあ、そうだね。
あ、ここ撮った方がいいかも。あ、押し込まないと。あ、これ撮った方がいいね。なんだなんだ、タイミングで。そう、あ、お、すごい。ここは撮った方がいいかな。なるほど、そういうことか。そう、つらい。なんだ、欲しい欲しい、だるそんなこと言わないで。ゴミ、ほら。あ、取れて、上手上手。いいよいいよ、ナイス。大変じゃん。 B や、すごい。よし、じゃあ、はい、やるか。ロングスカート、もうこれタイミングはちょっと難しいからね。何してるの？いや、なんか画面的に邪魔になるなと思ってどこにいようっていろいろ考えた結果、ここが一番安牌かなって。なるほど。あっ、バストアップ、シェイプアップが期待できるよ。飛びたい面白い。ここら辺で26だとちょっと厳しいところが。あ、秒数も関係あんのこれ。そう、これじゃなくて。そう、え、すげえ。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 まずここで8秒だと結構ね。え、すげえ。すげえ。すげえ。二次三次所属VTuber の八代きづくさんが自身の YouTube チャンネルにて行っていたリズムゲーム配信をヤシ、キズの2人でプレイしていたことが発覚しました。右側をヤシが担当、左側をキズが担当しており、これまでにも数々の記録を打ち立てていましたが、これらすべて2人の連弾によるものとみられています。この報道に各界から驚きの声が上がっています。そうだったんですか。いや、なんかちょっと付き合いはあったんですけど、やっぱり人間にあれはできないですよね。怖ー。あ、やっぱそうだったんだ。なんかどうなのかなと思ってたんですけど、ちょっとショックですね。今回の件に関してヤシは、本当に申し訳ないことをした、最初から一人でやっておけばこんなことにはならなかったと供述しており、キズは現在も逃走中とのことです。配信スライム業界に新たな風が吹きそうです。二次三次所属配信スライム業界に新たな風が吹きそうです。二次三次所属の轟京子さんが配信で使用するための新しいスライムを開発しました。商品名は配信バエバエスマイル。スマイル。じゃあちょっと私の抜きのところからちょっと最初から読むね、うん、はい、配信スライム業界に新たな風が吹きそうです。商品間違えて、ごめんごめんもうダメだだってできる、できます、できます、ちゃんとできます、ちゃんとできます、すいません。よし、やるぞ、うん、これやればよかった。あ、チェックするやつ、ね、ふんふん、おー、二次三次バッチ8個。二次三次バッチ8個。8個ですか。何したらもらえるの。いいですね。8個ですか。いいですね。8個。それ4個。それ8個。一番大変だったライバーは誰ですか。一番めんどくさかったライバーは誰ですか。